アルベルト・アインシュタインは光電効果の理論を通して量子力学の立ち上げに重要な役割を果たしましたがその自然哲学的な意味合いに悩まされ続けました。多くの方は彼が E=MC 事情という式を導出したことを覚えているでしょうが彼の物理学への最後の素晴らしい貢献は1935年に発表された若き研究仲間であるボリス・ポドルスキーとネイサン・ローゼンとの共著論文でした。これは風変わりな自然哲学的な論文とみなされて 1980年代にまで至りましたが、この EPR 論文は最近になって、量子もつれとして知られる奇妙な現象を記述するものとして、量子力学における新たな理解の中心をなしています。この理論の考察では、それぞれが測定可能な2種の属性を持った一対の粒子を発生源から放出することから始めています。各測定では2つの異なる結果が等確率で起こります。1つ目の属性を例えば0と1としてみましょう。もう一方の属性を A と B とします。 一旦測定がなされるとそれに引き続く測定では同じ粒子に対して同じ結果が得られますこの話の奇妙な点は単一の粒子の状態は測定するまで決まらないばかりでなく測定することが状態を決めることですそれだけでなく互いに測定が影響し合います一方の粒子の状態が1であると測定されたとし引き続く測定でもう一方の属性を測定するとそれぞれ50%の確率で A か B となります しかしその後最初の測定をもう一度行うと一旦は1と測定されていたのにもかかわらず0となる確率が50%になりますつまり測定する属性を変えると元の測定結果をランダムに新たな値をもたらします2つの粒子を見るとさらに奇妙なことが起こります各粒子はランダムな結果を与えますがこの2つを比べてみるとこの間には常に完全な相関関係があることがわかるでしょう例えば一方の粒子が0ならば他方も常に0となる そのような関係ですこのような二粒子は量子もつれの関係にあります。一方を測定すれば、他方の値を確実に知ることができます。しかし、このもつれはアインシュタインの有名な相対性理論に反するように見えます。というのも、粒子間の距離を制約するものがないからです。正午、ニューヨークで一方を測定し、その10億分の1秒後にサンフランシスコで他方を測定しても、全く同じ結果が得られます。しかし、測定が値を決めるのだとすれば、 一方の粒子が他方に信号を高速の1300万倍の速さで送り届ける必要がありそうですが相対性理論によるとこれは起こりえません。それゆえアインシュタインは量子もつれをスプカフテ・フェルンビルクン不気味な遠隔作用として否定しました。彼は量子力学は不完全な理論と結論付けより深いレベルの物理の禁じに過ぎないのだとし両粒子が共に隠れた階層で値が決定されているのだと主張しました。 ニール・ス・ボーアが率いる正統派の量子理論支持派は、量子状態は根本的に事前に決定不可能で、量子もつれは一方の粒子の状態が遠方の次の粒子の状態に依存するのだという主張を崩しませんでした。30年もの間、物理学はこの点で行き詰まっていましたが、ジョン・ベルは2つの粒子、それぞれに対し、異なる測定を組み合わせれば EPR 論争の決着がつくことを示しました。アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンに指示された、 隠れた変数理論は、結果が事前に決まっているために、1A とか B0 とかいった結果が出る頻度に厳しい上限を与えましたが、ベルは純粋に量子力学的アプローチを使用して結果を予測し、物理状態が測定されるまで完全に決定されない場合、結果が事前に決定されていた場合には発生しない異なる上限が存在することを示しました。ベルが EPR 論争の検証方法を示すと、物理学者たちはこれを実行に移しました。 まずは70年代のジョン・クラウザーや、80年代のアラン・アスペに始まり、EPR 予測を検証する何十もの実験がなされて、すべて同じ結論を得ました。量子力学は正しかったのです。事前に決定されない量子もつれの関係にある粒子の状態の相関関係は事実であり、いかなる隠れた変数によっても説明することはできないのです。 EPR 論文の主張は正しくないと分かりましたが、素晴らしい理解をもたらしました。主導的な物理学者が量子力学の基礎について徹底的に考察することにより、この理論はさらに詳しく理解され、量子情報理論といった研究分野の立ち上げに寄与しました。これは今や未曾有の潜在能力を有するコンピューター開発の分野として研究が盛んになされています。 しかしながら測定結果はランダムなので、量子もつれの関係にある粒子を使ってメッセージを光よりも早く伝えるという SF のようなことは起こりません。ですから相対性理論は今のところ無事です。でも量子宇宙はアインシュタインが信じようとしていたことよりもはるかに奇妙です。この動画ではアインシュタインの輝かしい世界を探検し続け、彼の心を揺さぶる双子のパラドックス問題について説明します。